運転初心者が苦手な一つに車線変更があります。車線変更がなぜ苦手なのかというと、後ろの状況がわからないからの一言に尽きると思います。前を向いて走りながら後ろも見ないといけないわけです。後ろを見るためにはドアミラーを見るしかないわけですね。ルームミラーではダメですね。右に車線を変えたいときは右のドアミラー、左に変えたいときは左のドアミラー。それもじっとは見れないわけです。すごいスピードを出して前進走行しているわけですから、ミラーを見るということは脇見なわけですから、ちらちら見ながら車線を変えたい後方の状況がどうなっているのか、後方から来る車の距離とか速度とか、そして近い場合は合図を出してこちらが車線変更したいという意思表示をした時に譲ってくれようとしているのか、それとも嫌がって突っ込んでこようとしているのか、そういった相手の意思をちらちらと見ながら感じ取れないと自信を持って車線を変えることができません。そのためにはもうとにかくミラーがちらちら見て後方の状況がパッと分かるようになる、それにつきますね。だからまず車線を変更する練習というよりもミラーを見る練習ですね。そしてミラーを見る練習、ドアミラーを見る練習というのは、別に車線を変えなくても複数車線のところで前まっすぐに走りながら車線を変えるとも、右のドアミラーを見たり左のドアを見たりドアミラーを見たり、いくらでも練習しようと思えばできるわけです。そういった練習をまずして、そして実際に車線を変える時もそうですが、ちらちら見ながら前をしっかり不安定にな、ふらつかせない状態にしながら、その変えれる自信を持って変える時を待つということですね。長い距離をかけて早く変えたがらない初心者の方は、100人が100人ともそうですが、合図を出したらやっぱすぐに変えたがるわけですね。ですぐに変える必要もないわけです。すぐに変えるから事故になるわけですから、まっすぐに走りながらちらちら後ろを見て、そして後ろを見た状態でやっぱり加速すること、アクセルを踏むことは怖くてできませんので、前を見とかないとスピードがどんどん落ちます。最初のうちは極端に落ちればダメですけど、加速して後ろから来る車の前に入ろうとするよりも、後ろから来る車のを先に生かしてからその後ろに入る練習した方がミラーを見る練習になりやすいですね。ミラーを見る練習になりますね。どうしても後ろから来る車の前に入ろうとすると、やっぱりスピードを落とさないで逆に加速したり、落とさずに入っていかないとどんどん後ろが近づくわけですから。ちょっと自分の速度を落として、先に後方の車線変えたい後方から車を先に生かしてその後ろに入る練習をすればミラーを見る練習になります。一度そういった練習もやってみてください。そしてどれぐらい資格があってそこをどうやって見ればいいのかという質問もあるんですが、振り返ってみるのでは決してないですね。振り返ってみる人は、要はミラーが見れてないから振り返ってるだけで、ミラーがしっかりと、ドアミラーがしっかりと使いこなせる人はそんなに大きく顔をひらあの振り向かあの後ろ横を見なくても死角をカバーするだけですから、ほんのちょっとですね。今はドアミラーになってます。昔はフェンダーについてたわけです。フェンダーミラーがあったわけです。フェンダーミラーというのは、前の方についてたんで、顔はそんなに、特に左のミラーでも顔は大きく左向く必要はなかったわけです。前向きながら左が見えてたわけです。しかしドアミラーになったらだいぶ左を向かないといけないわけですね。ということは、見にくい、顔をこっち向けないといけないですけど、その分視覚が減ってるということですね。顔を向くようになったから、そういうメリットもあるわけです。右のドアミラーもそうですね。手前の方にあるからちょっとフェンダーにあった時よりも少し顔を向けない、角度をつけないといけない。ということはその分視覚が減ってるわけです。
まあ、車線変更の練習というよりもミラーを見る練習を、そういう、それを強く意識してミラーを見る練習、これはいくらでもできますから、まっすぐ走っとっても余裕のある時にチラチラ見て、後続車の距離とか速度とかそういうのを見る練習をすれば、そんなに時間がかからなくて、相手の位置とか距離とか速度とか分かるように必ずなります。そういう練習をしてください。